皆さんこんにちは、宮ひなチャンネルメインキャラクターのゾロです。お願いします。今日目の前にある通り、宮崎観光文化検定というのがあるんですよ、はい。見たことあります？見たことないんすよ。なるほど。昨日下調べしてたっていうのは、あんまそう言わんとこや。ああそれ頼むわマジで。はいっす。ってことで、はい、宮崎県公式 YouTube チャンネルのメインキャラクター今されてますよね、うん、そうですね、やってますね。さすがに答えられて当然なんじゃないかと。そういうスタンス、そのくらい勉強して挑んでんだろうって、こういうねポジションをいただいてるわけですから、当たり前だろうって。当たり前だろうと。宮崎観光文化検定クイズやっていきたいと思います。ルールなんですけど、これの中から問題が出てます。全部で11問あります。なんと賞金マックス10万円あります。これ本当です。10万円と何に使います？お母さんにプレゼント買ってあげます。救済処置もあります、もちろん。大事よこれは。で3つ救済処置があって、はい、1つ目が電話。電話、知り合いに電話して相談することができます、はい。15秒だけネットで検索していいです。お、熱っ。これもまあ答えを探せるのと一緒やと思う。で3つ目、撮影スタッフ、はい、いるスタッフに聞いていいです。できるだけ残して、うん、11問あるから。で今日こういう企画をやる趣旨みたいなのなんで、実はあの10月の27日から29日にかけて、はい、宮崎県人会の世界大会が開催されるらしいんですよ。何なんですかね、県人会の世界大会って。そうなんですよ。地県、もう宮崎県ですね、宮崎県が置かれて140年という節目に当たるらしくて、国内外で活躍する宮崎の宮崎出身者、そしてゆかりのある人が集まって、宮崎の魅力を再発見したり、また改めてね、ふるさとへの思いをまた共有したりして、宮崎の魅力発信につなげていく。なるほど。っていう大会らしいんですよ、はい。っていうのがある中で、そう、今日はクイズをやっていくんですけど、はい、最初の3問が、はい、要は3級と言われるちょっと簡単な、まあ、初級編みたいな、まあ、これは当然だろうと。で4問目、5問目、6問目が2級、はいはい、中級ぐらい、7、9、10、11多くね。5問が1級の扱い方、まあ、1級の問題見てるけど、うん、全然いけるねこれ。ガチか。え、これ本当もらえますよね。教えてください。本当にもらえますよね。本当にもらえます。早速やっていきましょう。やっていきますか。はい、どうぞ。それではクイズスタート。もう一回ですか。もう一回。意気込みありますか。意気込みはですね、ありがとうございます。ありがとうございました。行きましょう。第1問、今からある道の駅の特徴をお伝えします、はい。この道の駅の名前をお答えください。はい、太平洋に面した場所があり、眼下に波状岩という美しい海が見渡せる道の駅。四季を通して美しい花々が咲き誇り、野菜や海鮮物のほか、アシタバのソフトクリームを販売している。こちらの道の駅を今から4つのうち答えてください。1つ。あ、選択肢あるんですよ、これは。あります。あります。1番、はい、道の駅フェニックス、はい、2番、道の駅南郷、はい、3番、道の駅ヒューガ、はい、4番、道の駅北浦。制限時間4秒。早っ早っ早っ。これも当然じゃないですか。1番の道の駅フェニックス。正解。ありがとうございます。ありがとうございます。いや素晴らしい、いい出だしだね。はい、今のとこまだゼロですね。文句言うな。第2問。第2問言いましょう。宮崎といえば、はい、昨年鹿児島で行われた全国和牛能力共進会で内閣総理大臣賞を4大会連続で受賞した宮崎牛が有名ですが、この宮崎牛の名称が与えられるのは日本食肉格付け協会の定める格付け基準で、肉質何等級以上のものを指すか。1番1等級、2番3等級、3番4等級、4番6等級。どちらでしょう。外したらもう肉食うな。そうやな、確かにそうやけど。1、3、6。よし、3だ。正解をどうぞ。僕は宮崎牛大好きです。2番の3等級。いいですか。変えてもいいっすよ。そうくるか。1等級の上ってちなみにあるんですか。そっちか、そっちですか。そうっすか、6が一番上ってことか。そうですよね。いや半分はないわ、宮崎牛が。正解をどうぞ。はい、3番の4等級。ファイナルアンサー。正解です。うおー、飛んだ飛んだ。危な危ないいね、いいね、いいね。ありがとうございます。第3問。第3問、プロ野球好きっすよね。お、大好きっす、大好きっす。ジャイアンツ好きっす。ジャイアンツ好きよ。宮崎市中心部で当時にあった県民県営球場、はい、でキャンプを始めたのはいつからか。え、1番1954年、2番1959年、1970年、3番、4番1981年。どうでしょう。はぁ、でも結構よ、もう結構やと思うよ俺は。54までも行き過ぎやけど、巨人はやっぱり歴史深き球団なんで、
はい、使います。はい、使います。何を使いますか？僕より巨人大好きな人がいるんで、その人に聞こうと思います。はい、スタッフに聞きます。はい、いつですか、キャンプが始まったの？長嶋さんとか王さんとかがいた年を考えたら4番は松内。長嶋さんとかってもう結構な年よ。20歳とか25歳の時とかで考えたら60年以上前って考えたら、俺の中では1番か2番や3番ライチ。決めました。決まりました。はい、いきます。2番。ちっちゃ。自信のなさを表しました。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。まだ3問目だよ。確定です。正解。おーおーおー素晴らしい。はい、3問目正解。気持ちいい。でもヒント1個使ってるんで、はい、第4問いきます。神武天皇の兄弟で当世の途中で日向に戻ってきたという伝説が残るのは次のうち誰か。はぁ、マジ難しい。1番ミケルノミコト、2番イツセノミコト、3番、はい、タギシミミノミコト、はい、4番イナヒノミコト。わからん今の。やばいねこれね。やばいよ。でも5問目6問目見る限り、ここ答えればポンポイントですね。マジでターニングポイント。結構これターニングやね。いやべー、きたね。4番イナヒノミコ ト。理由はなんか聞いたことあるなと思って。確認しますね。はい、間違ったら、はい、もう終了です。ファイナルアンサー。いいですね。はい。残念。ざっくりじゃ残りの問題を軽くおさらいしようか。そうですね。じゃあ第5問が、はい、日南市を中心に県内ロケが行われた男はつらいよシリーズ第45作目のタイトルとして正しいのは次のうちどれか。旅と女と虎次郎、虎次郎恋愛塾、虎次郎の青春、柴又慕情。タイトルいきます。旅と女と虎次郎。正解です。おお、なんでやねん。宮崎県で作られている地ビールのうち、はい、牡蠣のように説明されているものは次のうちどれか。はい、麦芽とホップの実で作られるドイツ伝統製法を用いているのは、1番ヒデジビール、2番綾野地ビール、3番霧島ビール、4番大江戸ビール。どちらでしょう。3番次の問題。はい、行きましょう。ここから詰まった内容がいい。天孫降臨伝説の一つとして伝わる高千穂の峰には天の逆鉾が存在する。その天の逆鉾は次のうちどの神社の社宝か。霧島東神社、うんうん、2番霧島峰神社、うん、3番佐野神社、4番東霧島神社。4番東霧島神社。正解、うん、霧島東神社。あ、惜しい。惜しいです。ありがとうございます。第8問。日英同盟、日露戦争終結の外交交渉を担い、日露講和会議では難航する交渉を巧みな交渉術で乗り切り、ポーツマス条約を締結した小村寿太郎が最初の外務大臣になった内閣は次のうちどれか。1番第4次伊藤博文内閣、2番第1次桂太郎内閣、3番第1次西園寺金持内閣、4番第2次桂太郎内閣。これはでも勉強ですね。でもじゃあね、これ覚えましょう。これは1番。残念。残念。はい、2番の第1次桂太郎内閣。あ、ありがとうございます。うん、はい。第9問。宮崎県はピーマンの生産が盛んで、はい、2013年には約2万トンを生産し全国2位であった。そんな宮崎県産のピーマンにつけられた愛称は何でしょう。あー、これなんかでもグリーンザウルスみたいなありましたね。ありましたよね、グリーンザウルスっていうキャラクター。正解はカメラに向かってじゃん。全力で、グリーンピース。はい、残念。はい、ありがとうございます。正解はグリーンザウルス。はい、あってたんだ。第10問。はい、日南海岸の公園化の歴史は第二次大戦前に遡り、サボテン公園何々の整備に始まり、1955年には大島から渋沢にかけての海岸一帯が国定公園に指定された。何々の整備、自分たちの高校の時昼休みをグラウンド整備から始まりましたもん。昼休みが、うん、そうです。なるほど、サボテン公園グラウンドの整備から始まり。不正解です。なるほど。おお、違う。正解は子供の国。ちょっと考えれば今の普通に良くないわ。ちょっと考えれば。すいません、今のは。
2015年7月から2016年6月における宮崎県の酒造メーカーの本格焼酎出荷量は日本一だった。本格焼酎とは単式蒸留機で蒸留したアルコール45度以下の何々類焼酎のことを言う。え、これ自分これ知ってるんですよ。やっぱ焼酎好きでよかったなって今めっちゃ報われました。え、いいですか。え、多分これなんですよ。いきます、お願いします。これでおつるい、うわ、これ多分結構僕自信あります。行きましょう。45度以下のおつるい焼酎のことを言う。はい、お願いします。正解。すげえ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 。よかった。うわ、これマジいけたやん。最後までいけるか。いけるか。いけんか。あんだけ間違っとって、うわじゃないわ。いけんか。ってことで今日は、はい、宮崎観光文化検定クイズをしましたけど、はい、どうでした。まま難しかったですね。難しいけど楽しい。宮崎を知れますね。最後の結構おつるい、おつはねちょビビッときたね。惜しくも10万円ゲットとはならずでしたけど、はい、でも楽しい時間を過ごせたので僕はいいかなと思います。次に生かせるように頑張ります。はい、ということで動画締めてください。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。10月の27日から29日にかけて、宮崎県人会による世界大会が開催されますので、ぜひそこもね注目していただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。マッチョ会ねの前にですね、チャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。マッチョ会ね。